進行形の問題を一緒に解きた,いと思いますたくさん、えー、問題を用意しました。今回ちょっと長いかもしれないんですけれども最後まで一緒に問題を、えー、解きましょうね。では、えー、こちらをご覧ください。えー、疑問文、否定文に、えー、それぞれの文章を書き換えなさい。では1番を見てみましょう。These pictures are beautiful、えー。それらの写真は 美しいですでは、えー、まずこれを、えー、疑問文にしてみましょう。まず最初にやらなきゃいけなかったのは文章の中でで、えー、動動詞詞を見つける動詞はあーですそしてその動詞は一般動詞それとも、えー、美動詞。そうするとあーというのはもちろん美動詞です。 B 動詞のときのルール覚えてますか ?B 動詞のときは×にするんですよね。なので、この場合は Are these pictures?Pictures?Pictures?Beautiful? Are these pictures beautiful? pictures these というのが、えー、疑問文になりますねでは否定文を作ってみましょう否定文 B 動詞の文章の否定文のルールはもちろん B 動詞の後ろに not を入れるだけでしたよねなので These pictures are not ビュ、えーティフォー。それらの写真は、えー、美しくありません。まあ、あんまり言いたくないですけどね。という文章になります。では、えー、2番の文章に行きます。さっきは今朝、えー、学校に学校を遅刻しました。では、えー、疑問文です。さっきは、えー、今朝学校遅刻した っていう質問ですねそうすると文章の、えー、まず文章で最初に探すのは動詞ですこの場合はさき「is、えー、の「is が動詞になりますで「is、えー、は一般動詞「be 動詞もちろんこれは「be 動詞」になりますねそうすると、えー、前に出てくるだけだったので「いず」さき「うっき」 Late for school this morning になります。では今度は否定文です。もうこの文章は be、えー、動詞の文章っていうのは分かってますよね。そうすると be 動詞の後ろに not を入れるだけ。なので Saki is not late for school. Uh, this morning.Saki is not late for school this morning.Saki、uh, は今朝学校には遅刻していません。という文章になります、はい。では3番を見ていきましょう。3番。He is watching TV in the living room. The living room. そうすると、えー、この文章、えー、気づきましたつい先日やった 現在進行形の文章ですよね。b 動詞プラス、えー、ing、動詞の ing の形になっています。それが進行形の文章でも全然迷わないでください。えー、まずこの文章の動詞はもちろん、b 動詞プラス、えー、動詞の ing 形と言ってるぐらいなので、動詞というのは必ずもうこれは b 動詞ですね。そうすると b 動詞の文章のルールに沿ってやっていきます。 そうすると、えー、疑問文ですね。Is he watching TV in the living room? はい。Is he ですね。えー、現在進行形で動詞の ing がたとえついたとしても、それはもう全然気にすることはないです。えー、変わるのは、 ここの前の部分、主語と動詞の部分がバツ、えー、の形になるだけでしたよね。このバツの形になったら、その後というのは進行形だろうが進行形じゃなくても、あのそのまんま文章全く一緒です。Watching TV in the living room, Watching TV in the living room, 一緒です。えー、何も変える必要はありません。では、えー、この文章の、えー、否定文 そうすると、he is not watching TV in the、uh, living room ですね、えー。B 動詞の後ろに not、えー、を入れるだけです、えー。ここが現在進行形の ing がついている文章でも何にも変わりません。では、 4番に行きます。どんどん行きますよ。えー、4番です、えー。ミカは夜宿題をします。そうすると、この文章をまず最初に見なきゃいけないのは、えー、動詞ですよね。動詞、この時の動詞は、does です。 こここちょっと注意してくださいね、えー、動詞はだずになります、えー、この動詞の変化、えー、今までは、えー、普通の動詞に「S」をつけるっていうのをやったんですけれども「Do」と「d a の場合は、えー、この主語によって「Do、えー」なのか「d a なのか変わりましたよね。で「えー、みかな」ので、えー、動詞は「Do」が「d ずに変わります。 でははい疑問文にすると疑問文にするときは、えー、これは一般動詞です。何々をするという一般動詞なので do かが前に出てきます。ただ気をつけてほしいのは「do」か「daz」かが前に出てくるんですけどこの「d e s というのは動詞です。なのでこの「d e s が前に出てくるわけではありません。このは、 あくまでも一般動詞であって動詞のルールの時に出てくる「do」や「d e s とは違います。なのでここは気をつけてください。そうすると「えー、みか」か主語が「み」かなのでもちろん「do」か「d e s どちらかを使うとなると「d e s を使いますよね。そうするとすみかで 次にルールとして、動詞を原形に戻す。なので、ここは、ミカだったから、does という動詞が動詞だった。でも、今度は does を原形に戻さなきゃいけないので、ここは、do に変わります。Does ミカ do her homework at night? になります。ミカは夜宿題をしますかという文章になります。ここ本当に気をつけてくださいね。えー、ここのだずというのはこのだずではないです。違います。このだずというのはこの do のことです。いいですかでは、次です。えー、この文章を、えー、否定文にします。そうすると えー、これは一般動詞の文章なので、み、え、か、ー、そしてみかなので does not、だずの、みかだずの、ここ動詞を原形に戻します。だずを原形に戻しますそうすると、do です。ど、は、え、m e w o r k At night. はい。ミカは夜宿題をしません。という文章になります。はい。じゃあ、どんどんいきます。あと少しです。頑張りましょう。えー、5番です。Ken speaks English very well.Ken、えー、は英語を上手に話します。えー、この文章、動詞は speaks です。 そうすると、えー、どぅか、だ s を前に持ってこなくてはいけませんでしたね。えー、主語は、けんなので、もちろん持ってくるのは、だ s です。Does、can speak ここもを、すぅい、くぅを、動詞を原形に戻すので、s を取って、speak です。English very w、well. e はい。だぅ、けん、すぅい、くぅ e ぅい、ぅ n ぅ���い、ぅ�����い、ぅ ケン、えー、は、えー、上手に英語を話しますかという文章ですよね。じゃあ、この文章、ケンは上手に英語を話しませんという否定文にしたいと思います。そうすると、ケン does not speak English very well。はい。 えー、この文章もそうですよね、えー。主語の件に合わせて「does not」それからここに「えー、speak」原型の動詞そして「english very well」になります。はいいよいよ最後の問題になりました。ちょっと疲れてきましたね。では、えー、あと1問頑張りましょう。えー and at えー、ゆうことみさきは、えー、学校で日本語を勉強しているところです。 そうすると、えぇ、ー、よう、ようこですね。えようこ、ようこと、さきは、えー、学校で、ね、日本語を勉強しています。そうすると、えー、この文章は、現在、進行形ですね。B 動詞プラス、スタ u d ングの、ing、動詞の、ing 形がついてます。そうすると、もう、ここで自動的に、この文章では、動詞は、微動詞の、ああ、というのがわかりました。 じゃあもうこれはもうほんとシンプルに微、えー、動詞のルールにのっあー沿っていくと、あ、ヨコ、あ、よこ And、ミサキ、uh,、s t u d y i n g Japanese, Ask O, これ、主語がちょっと長いので、ちょっと聞き慣れない、えー、サウンズになるかもしれないですね。でも、だからなんかおかしいかなと思うことが出てくるかもしれないんですけれども、英語は文法通り、英語の文法というのはルール通りにやれば間違いはないので、えー、ちょっとおかしいなと思ったとしても、えー、大丈夫です。そうすると、B 動詞の「あ」が前に出てきます。 そしてこれ主語がちょっと長いですね。ようことみさきという、えー、二人の名前が出てくるのでちょっといつもよりも長い主語になります。ようこみさきこのあとはもう、えー、この普通の肯定文の文章と一緒です。ススでははい、えー。この文章の最後、えー、否定文にしたいと思います。ようこみさ ミサキ are not studying Japanese at school. はい。はい。ヨーコーエナミサキ are not studying Japanese at school. ヨ、えーコ、えーとミサキは学校で日本語を勉強していません。 という文章になりますはいちょっと今日は長かったかもしれないんですけれどもたくさん、えー、いろんなタイプの、えー、肯定文の文章から、えー、疑問文と否定文を作る練習をしてみました、えー、今日の文章が、えー、全部合っていたらもう、えー、大丈夫ですあなたは、えー 現在進行形、B e 動詞、それから一般動詞の意味をしっかり、えー、理解したってことになります。安心してください。では、えー、今日のレッスンはこれで、えー、おしまいにします。See you!